さあ、ということでね、やってきました。ドミー稲熊店でしたっけ、ね、稲熊町店でしたっけね。さあ、ドミーの久しぶりにドミーのお惣菜でも食べましょうかね。買ってきましょう。よいしょ。さあ、買ってきましたけどね、すっかり買い出しに夢中になってたらもう3時前なんですね。えらいことだということでございますけどね、まあ、何買ってきたかというと、ドミーのね、稲熊店さんで、買ってきたのが、稲熊店でした。ドミー稲熊店さんで、ね、買ってきたのが、まずね、ブラックペッパーの詰め替え用のブラックペッパー、ちょうどね、粗挽きの方がね、あのキッチンの方に置いてあるね、粗挽きのやつがね、もうすぐ切れるんで、買っとこう。ギャバンのコーナーがでかくだったんでね、あ、そうやそうや、調味料いっぱいやるなということでね、買ってきて、あとね、同じく六条麦茶、あの僕あんま見ないメーカーのねやつでしたんで、長谷商さんかな、長谷川商店さんでということで、六条麦茶、国産大麦 100% らしいですよってことでね、買ってみました。水出しもできるらしいんで、これでまたこの夏をしのごうというわけでございますね。もうとにかくあの量をね、毎日4リットル、5リットルとかね、お茶を作らないといけませんから、もうティーパックの減り方が半端なくてね、そう。で、普通の緑茶と違ってね、やっぱ麦茶でないとミネラル分がね、入ってこないからきついなというんだよね。あとね、また味噌なんですけどね。そう、あの、献立いろいろ味噌ね、中村じゃない方、一匹の方の、お味噌なんですけど、これね、私知らなかったんやけど、うん、こんなピリ辛のやつ出てるんですね。なんかあんま三重県で見たことないですよね、これ。つけて味噌もかけて味噌とか、献立いろいろ味噌もね、普通に売ってますし、あとあの、三印さんが作ってる、こういった万能味噌っていうのがあって、万能味噋って名前だったかな。あれは、三重県では見かけるんですけど、あ、これ見かけるなっていうので、買ってみました。よし。一匹も、あれ一匹は終わりかな。名古屋市ですね。で、あ、でも、作ってるのは豊川市ってなってるんで、三河ですね。ということですね。よしよしよし。豊川は、こっから先ね、まあ、ざっくりと言うと、岡崎と、豊橋の間ぐらい。あ、まあ、豊川は行きましたもんね。この前、あの、三河一宮ね、行った時に、撮ったところが、あの、豊川市ですからね。そうそうそう。で、あとはね、なんかね、こんなね、寒天フルーツでして、なんか懐かしいの売ってるなーってんでね、なんか最近全然見かけなくなったけどね、こっちの方で売ってるんですね。どこで作ったの、こっちの方かなと思ったらね、大原らしいです。思いっきりあの、尾張の方なんですけどね、あーでもね、せっかく見かけたんでね、寒天フルーツゼリーだったんですね。そうそうそう。あれなんですね、定年着色料しようってことでね、らしいですよ。ちゃんと着色料も、ね、コチニール、クチナシ、ベニバラの木っていうね、いうようなやつになってます。すごいですね。砂糖はタイ製造の砂糖を使って水飴寒天でできてますよと、いうことでございます。すごいですね。よいしょ。と、まあ、いろいろと買って。で、最後にね、どうしようかな、お弁当を買おうかなと思ったんですけどね、とりあえずね、唐揚げ買っときました。こんなね、なんかね、すごいですよ。若鶏醤油からだけ、なんか、第12回、唐揚げグランプリスーパー一般総菜、スーパー総菜部門の審査員特別賞に受賞したという、非常にありがたい、褒めで高い、唐揚げがあるらしいんで、ちょっと買ってみました。ドミーさんが取ってたんですねって、知らんかったっていう、こんな、唐揚げグランプリ、そんなスーパー惣菜でもやってたんですね。知らんかったわ。うん。ってことでね、よくね、あの、唐揚げ専門店ではね、あの、金賞、受賞とかって言ってよく見かけますけど、買ってみました。安いですね。215円ですからね、安い。な、ちょっと、早速、つまみながら、満腹性、はい、取ったら、行ってみようかな。この時間どうなんでしょう？アイドリングタイムになってんのかな？まあ、混んでるかもしれない。うまい！あ、うまい！うん、まだ中あったかい。2時以降に作りましたってなってましたからね。うん、いいですね。うまいな。うん、下味がしっかり醤油の味がしてますね。うまい。うん、うん、
マルホンのごま油使ってるんですね。あ、それでコクが増してるんですね。うまいな。いただきました。ごちそうさまです。いいですね。うまい。いや、おつまみなかなってやっとったらもう3時ですからね。どうすんのこれ。これ今日中に静岡行くのしんどいですよね。うん。もう作戦切り替えて、もう岡崎三河で時間潰そうかな。よいしょ、他にもいろいろちょっと待ってみましょうか。いやー、稲妻のドーミンに寄れた。久しぶりにね、寄ったのよかったです。はい、ということでね、寄ってきました、岡崎のアピタね、アピオカこと岡崎アピ、アピタ岡崎でね、行ってきましたよということでございます。でもここでね、ご飯を食べてきました。いろいろラーメン屋を散々言っとったのにね、結局ね、スガキ屋でいいやってなってね、スガキ屋に行こうとしたんですよ。そしたらね、スガキ屋の横にね、なんかね、エッグボードっていうオムライスの専門店が出てとって、これ多分ね、私が仕事来とった時にはなかったと思うんですけどね。え、こんなんて、そう、あの岡崎のジャスコ、あ、ジャスコじゃない、岡崎のアピタ自体は何回か来たことがもうあるところだね。その仕事で稲妻、特に稲妻行っとった時に、こっちの方寄ることがあったかな。あ、矢作町の時の方が結局こっちまで足伸ばしたか。矢作町が先にできて、その後稲妻にできるよーって、ちょっと様子を見に行こうとかっていう時にここに寄ったりとかね、してましたんで、まあ、なんやかんや、まあ、お食事っていうよりは買い出しでね、寄ることが多かったかなっていうところなんですけど、今日はね、ちょっと食事するので、まあ、スガキ屋あるし、まあまあまあ、スガキ屋でいいかってね、言うつもりで行ったら、そんな、エッグボードさんってね、店で、タンベタのまで、なんかね、幸せ三色ソースって言って、いろんなソースがある、要は、あるんですけど、その中でも、自慢のね、ケチャップソースとデミグラスソース、あとホワイトソースかな、すごくチーズ濃厚。チーズクリームの味で、ね、すごく濃厚なねソースなのかね、粉ねと、いうオムライスがありまして、これがね普通が、940円やったかな、それ、ベースが940円で、これをねサイズがね、普通の大盛りとかじゃなくて、大盛りもあるんですけど、 L サイズ、2L サイズから 3,4,5,6L くらいまであったんかな、そのメニューのが。まあ 1L 足すことに210円プラスで大きくなりますよって言ったらね、私試しに 2L サイズにしてみたんですよ。めー、結構いい食べ応えございましたよ。 400g、 ご飯が 400g ってなってましたけどね。でも、なんだろうな、おかずとかね、そのオムライス単品で頼んだんですけど、すごく 400g でも、いや結構膨れるやんっていうんでね、満足感あるし、でソースもそれぞれケチャップソースもね、もう王道なケチャップの、ソースの味で、でデミグラスは洋食屋さんの味って感じがするし、でホワイトソースはね、これはね、あまり食べたことなかったな。あんまり黄色いね、オムレツに白いソースがかかっとってもあんまり映えない感じがあったんですけど、これね、他の3色と一緒になっとるっていうこともありますし、で、このソースがね、すっごいチーズ、本当にチーズの生クリーム、濃厚なね、味わいでね、うまかったっす。いやー、よかったよかった。ってことで、美味しくいただいてきました。ペロリとね、いただいてきましたよということで、ごちそうさまでした。ということでございますね。エッグボードさん。ちなみにね、ね、aupay が使えたんでね、ああ、いいじゃんって。各種、QR コードも、決済も対応しておって、で、さらにね、こんなね、一回行くと、ドリンクの無料券までいただけるんですね。またぜひね、岡崎はちょいちょいと、また来たいなと思ってますんでね、やらせてもらおうと思います。これも他に聞いたことないんだよな。一応、なんか他にも お店があるみたいなんだけど、エッグボード、一応アピタ岡崎北店ってなってますからね。そのね、向かいの、向かいってか隣のね、あのパスタ屋さんも気になったけど、なんか料金体系っていうか 2L、3L、4L、5L、6L って選べるようなシステムとかが似とったんで、いや、もしかしたら系列店なのかもしれませんけどね。で、これもすごくてね、500円で1ポイント超えて試せるらしいんですよ。まあ、今日ね、2L にしたら1000円超えたね、2ポイントしてもらって。で、これがね、25ポイント貯まると、まあ大体この程度で500円オフとかが多いんですけど、なんとですね、
25ポイント貯まると 50% オフということでですね、こうなるとですよ、ちょっと高いのに来たくなっちゃいますよね。これうまいなと思って、50% オフの時に1400円でセットとかもつけてとかって、やったら、あ、いいなっていうようなこととかも思いました。うん、この次回お会計時に 50% オフって珍しいけど、あ、これはでもいいかもしれんなって思いました。 50%、 500円引きやったらね、ギリギリ1000円ぐらいでとかって考えますけど、ね、あの1000円以上のお食事で、まあ、でも大体この人の場合だったら1000円以下でも使いますから、じゃあね、800円とかでもいいしね、使ってってなりますけどね、あの 50% オフって言われたら、じゃあせっかくやからね、ちょっと大きいやつとかね、ちょっと豪華なやつにしてみようかなっていう気になりますもんね。これうまいなと思います、うん、なっていうやつがありましたよということですね。よかったです。このエッグね、にゃんこのマークね、かわいいですね。でそうですね、散々、ラーメン屋さんをどうのこうのと言っておきながらね、まあ満腹屋さんがねすごい混んでましたからね。だってあの一番混んでないはずの3時半とか4時のところでね、あの混みようでしたから、でこっからまた混んでくるはずですから、それはねちょっとさすがに厳しいかなということで、おいしくいただきました。ごちそうさまでした。ということで、まあイートミオね、岡崎シリーズはこれで終了となります。この後私はまたちょっと別のところに旅に、このままね、旅というか、撮影にね、出かけますので、一応岡崎はこれで、岡崎シリーズはこれで終了ということで、で、ここから、本編というかね、もともと撮っておった、四日市からね、撮っていたシリーズの動画の撮影にかかります。これが多分、これの動画の次からの動画になると思いますので、よかったらそちらの方もご確認いただければと思います。まあまあ、しんどい企画やってますからね。よろしく。